リーチチャンネル。こんにちは、ゆりーです。いっちです。ゆりーチャンネルです。今日は久しぶりに旅行に来ています。よいしょ、イエーイ。今日泊まるところはですね、この前の動画でも泊まったエクシブというところなんですけど、このね、静岡県のね、浜松にあるエクシブに今回はね、泊まっていきたいと思います。それじゃあ、行きますか。はい、せーの、レッツゴー。わー、すごいいい天気、着きました。来たよ、海外に来たよな。ね、海外っぽいんだよね、ここの作り。素敵ですね。この間ね、浜名湖さんがいますから。今からお部屋に向かいます。結構なんかリゾートっぽい感じだよね。そうだね。え、見て、これ何？スーパースイートルーム今日はスーパースイートルームに泊まります。スーパースイートルーム、やばっ行ってみよう。え、待って、こっからさ、一気に雰囲気が。そうだね、もう、だってもうマットとかでできそう、映画に。相変わらずエレベーターの前はね、すごいんだわ。庭はめっちゃ綺麗だね。やばいわ。どう？まあ、座り心地10点満点中10点ですかね扱い一番上じゃんすごいわ。はい、着きました。すごい奥にあるな。じゃーん、やばっ、うわー、やばい、めっちゃ綺麗。やばっ、これがスーパースイートルーム、めちゃくちゃ綺麗じゃん。すごっ、こっちは和室だね。こっちもすげえ。で、ここがお城だよ。本当に笑いしか出ない。白の世界にいる。本当だ、真っ白で、外にはなんとじゃすげえ。ゴルフ場がついてるんだよね、ここのエクシブ。すごいな。え、待って、キリン。うん、うそー、なんだよえ、まだこっちに部屋がある。ここは、ここは、じゃーん、ベッドルーム。やば、すごくない？なに、こんなとこ寝るの？お姫様みたいでしょ。お姫様だよしかも初めて見たこの形の椅子どうやって座るのこれ。足をここに置いて、あー、寝転がれるの。こんな椅子初めて見たわ椅子に喜ぶ一郎。いや、もう今すんだよこれ。これのあれやっちゃいますか。ベッドチェックですか。ベッドチェックいきますか失礼します。あー、これは確かフランス産のブルゴニュアーニュ州の確か。あ、満喫してるね。やわらか。俺今日ここで寝るわさっきのベッドはここでも十分やわらかい。本当に、おやすみなさい。おやすみなさいガラン。プールです。じゃじゃーん。夏に来たらめっちゃ最高だよね。夏にまた来たいね。来たいね。絶対押すのよプールじゃないかな。絶対押すのよ。絶対だよ、本当に。あ、冷たいわ。あ、絶対押すのよもうお腹ペコペコだよ。
イタリアンレストランで来てます。これがですね、今回のお品物になります。気になったものがあってさ、アジとシュークリーム、これ何かなと思ってさね、非常に楽しみです。正体が発覚しました。てっきりね、シュークリームの中にアジが入ってるって思ったんですけど、アジの具合とこっちがクリームなんだって。いただきます。次は冷菜です。マグロだよ。あー、贅沢だよ。いただきます。ん、すごいジューシー、めっちゃうまい。食べてみよう。美味しそう。はい、3品目になります。美味しそう。パスタひじきベースのソースにゴルゴンゾーラのソースがかかった桜エビのフリット。4皿目は甘酸っぱいみかんのソースなんだって。で、白菜の中に海の幸が2種類入ってる。うわ、うまそう。中にある魚が噛んだ瞬間ジュワーって最高です。ついにメイン料理来ましたよ。そうね、イブリコ豚ロース肉のグリルだね。あ、すんなり、やわらかじゃーん。デザートは抹茶のピラミッド。あ、中に小豆が入ってる。絶対美味しい。いただきます。抹茶好きの人が食べたらやばい。ごちそうさまでした。今からお腹いっぱいになったことはすすばに行ってきます。あー、いいですね。レッツゴー。クリハン、コケコーコー、コケコーコー、コケコーコー。疲れた。皆さん、おはようございます。おはよう。生まれに来て2日目の朝です。今、朝ごはん食べに行きます。じゃじゃーん。いただきます。いただきます。じゃじゃーん。フレンチソースとめっちゃ好きだよね、俺ら。うん、めっちゃ好き。やばいな。いただきます。これが最後、デザートです。ごちそうさまでした。今日は2人とも黒色だね。外が雨の予定だったんですけど、晴れたから外にも出たいと思います。バイバーイ。皆さん、いかがでしたでしょうか。今回はすごい緩い動画になったんですけど、2人でね、ゆっくりできて嬉しかったです。そうね、たまにはやっぱりこういうの必要だから、うん、何回も言ってるけどね、うん、心もね、リフレッシュできたので、また明日から頑張っていきたいと思います、うん、はい。それでは今日も最後まで見てくださりありがとうございました。ぜひぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。この動画が良かったらグッドボタンもよろしくお願いします。 Twitter、Instagram もやってますので、ぜひぜひフォローよろしくお願いします。それじゃあ終わりますか。はい、せーの、バイバーイ。Bye.